どうも皆さんおはようございます。人数でございます。今日はですね、秩父の八尾デパートに来ております。こちらで何がありますかというと、今日はですね、朝市がございます。その朝市に、あけぼの屋さん、陳道屋さんが登場いたします。この秩父の、この青空の下で、楽しい放送をお届けしたいと思います。この情熱 TV も、いよいよ3周年になりました。それを迎えてですね、今日からですね、素敵なマスコットガールをご用意いたしました。わー。紹介いたしましょう。まいちゃんです。どうぞ。こんにちは、まいです。かわいい。まいちゃん。さ、ねえ、今日から、一つよろしくお願いいたします。お願いします。まあ当然のことながらですね、僕たちは怪しい関係なんですけども、ないので、ね、頑張っていきたいと思います。頑張ります。ね。これから動画にはね、だいたいまいちゃんがメインで出てくると思います。今日は骨の髄まで巻いちゃうグランガングランガングランガンかき回したいと思います。よろしくお願いします、ね、さあということでございまして、一つ最後までよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは紹介いたしましょう。古澤座長です。どうぞ。はい、おはようございます。あけぼの屋、古澤でございます。久しぶりの秩父でございまして、何ヶ月ぶりでしょう。もう多分5、6ヶ月来てないと思うんですけども。はい。で、結構ね、曇りと雨が多かったんですよ。なるほど。はい。で、今日は私のおかげで晴れまして。それはない。はい。私のおかげ、はい、そう思いながらね、そう思いながら、毎回の桜で11までお会いでした。はい、なので今日は一日よろしくお願いします。楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから陳道さんが演奏を始めるみたいです。イエイ、よろしくお願いします。よろしくください。はい、行きます。どうぞ皆さん並んでください。はい、行きます。はい、チーズ。もう一枚行きます。はい、チーズ。まいちゃん、秩父FMさんに来ました。はい、やっぱりいいですね、地域に密着したラジオというのはね、うん、そうですね、いいよね、うん、素敵な小冊子ね。ね。
このカツカレーとかすごい美味しそう。ボリュームがすごい。いいね。あ、でもレモンスカッシュとかあるね。いいですね、おしゃれ。聞こえてくる音色が街並みとこうマッチしててすごい。わらびカツ、あ、わらじカツ。あの大きいやつですよね。そうそうそう、はみ出ちゃうぐらいの。いいですね、街並みが本当に。結構ちゃんと見たの初めてなんですけど。そうだね、なかなかいないからね。うん、でもすごいいい、心に染みます、ね。うん、まあ、生がいいね。生が最高です、ね。うん、感じましたね、うん、すごかった。やっぱりこんな提灯屋さんっていうのはなかなか珍しい。なかなかないですよね、うん、全然地元にはあんまり見ない。この看板もいいですね。これからどちらに行かれるんですか？はい、秩父鉄道の秩父駅の前に地場さん商店で新しく、地元のものを売ってる店があるんですけども、そこの前でちょっとにぎやかしをしてまいります。楽しみです。お客さんあんまりいないんですけど、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、地場さん商店でございます。毎日美味しいもの、珍しいもの、秩父の地元のものを販売しております。地場さん商店、こちらの方開業いたしまして、ご好評をいただいております。私ども埼玉のチンドラでございます。秩父を応援しております。今日はこちらの前で賑やかさせていただきたいと思います来ました。ここからの通りが馬場通り、行ってみたいと思います。行ってみよう。わあ、秩父ベーカリー。あ、やっぱ昭和レトロな。プルパンとかすごい美味しそうですね。メロンパン、くるみデニッシュってあんま聞かないですよね。ここは地酒のお店ですね。お父さんの日にお酒っていいです ね, ね。トマト大福もありますよ。地酒のケーキもある。でもこういうなんか地元のコラボレーションがいいですね。わー、うなぎ美味しそう。老舗って感じですね。ここは何ですか？お医者さん。色合いが可愛い。今の建物にあんまりない感じ。白と水色が。やっぱ美味しいものいっぱいありますね、秩父は。あるね、あるね。うん。あの、たい焼きとかね。あ。ちょっと行ってみましょう。どうも、お久しぶりでございます。どうも、ありがとうございます。あ、本当だ。コラが。お越しくださいました。本日お天気よろしくございます。秩父でね、こちら美味しいもの、珍しいものがたくさんございますので、ぜひ丸一日ボタンを押していただきまして、秩父の夜
様子を改めて感じていただきたいと思います。埼玉の珍問屋、竹骨屋でございます。